少年、ずいぶんおとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか。もともとこうよ、2号は。やめろよ、2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は。兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着けベルベット。お前大麻師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの。わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。大麻師が精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ、本来は人間同様それぞれが自我を持つ存在としてずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは大麻師のように霊能力が強い一部の人間だけだったが。あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。ん？アルトリウスにとっては精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ、弟すら。トータス、トータス。亀のゴーマ。いいえ、ゴーマじゃないっすよ。オイラはホワイトカメニス。驚かせてしまって恐縮っす。ゴーマじゃないなら精霊か。いえ、カメニンはカメニス。もろもろのご不審はごもっともっすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。おう、これはご丁寧に。恐縮っす。カメニン一族はやり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイトカメヤのモットーっす。ただ場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ、負けて。あ、誠に申し訳ないっすが、辺境の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ。う、確かにそうっすが。素直に認めたわね。じゃあ通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に恐縮っす。すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。うん。ふん。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ふん。ゴーマと精霊と死神のご一行。か。でしょうね。亀人ってなんだ？名前の通り、亀人だ。だから何なんだ？亀人は亀人だ。
行商が得意な種族だと考えればいい。まあ、ウミガメみたいな甲羅を背負ってたし、名は体を表すってやつか。俺は6番目で六郎だしな。僕は2番目の私役精霊だから2号。それは名前じゃない、ただの称号だ。いい加減少年にも名前をつけてやらんとな。僕の名前、アイフリード海賊団の副長は妙な弦を担ぐのね。癖みたいなものだ。どうせ裏しか出ない。その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない、これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス、ラグナロック第765章ユグドラシル戦記より。ほう、よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラーン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で高度が高められていて傷がつきにくい。へえ、ずいぶん珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしてもそんな珍しいコインどこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか、余計な詮索だったな、すまん。警備がいないな、押してみるか。待て、調べた状況と違う。結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね、さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に建設時に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。あれが搬入口か。こっちには警備がいるな。つまり結界はないってことね。行こうよ。ダメ、その人は！気をつけろ、そいつは。いきなりゴーマになりやがった。どういう風よ。だから言っただろう。そこだ、食らい尽くせ。捕らえられまい。とどめ、血だらけよ。ゼロインパクト。ふん、来い風神拳。呪いだろ。警備がゴーマ病にかかってるとはな。これも死神の力か。まあな。けど突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない、気づいたのはこいつだ。これからもしっかり警戒頼むわよ、死神が一緒なんだから。喋ってもいいってことだよ。警戒はしっかり。要塞中にゴーマがいるようだな。まさかアイゼン、お前がゴーマ病の原因じゃないだろうな。いや、偶然蔓延したところに俺たちが来たんだ。死神の道連れとはこういうことだ。悪く思うな。むしろ好都合ね。
敵は組織的な対応ができなくなってる。こっちは少数だ。確かに乱戦の方が有利に立ち回れるな。アイゼン、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。それを起動して合図の呪しを上げる。了解。開門の上ね。おい、船が残ってるぞ。戦艦だ。まずいな。開門要塞か。海峡ごと鉄の門で塞いじまうなんて、清涼もとんでもないものを作りやがるな。少し前にはこんなの考えられなかったのに。精霊を道具として使えば造作もないことだ。精霊はゴーマを切る刃にもなれば、鉄を鍛える金槌にもなるってわけだな。そうやって精霊や王国は自分たちの力の大きさを民衆に知らしめてるの。逆らう、従えってね。胸くそ悪い話だ。胸くそ悪い。まったくだ。この扉から開門に出られるはずだが、鍵がかかっているようだな。壊すのは無理か。侵入者ども、わしの要塞をよくも。扉の鍵はどこ？わしは誇りあるミッドガンド騎士だ。ゴーマ謎に屈する者か。俺がこの世で一番ムカつくのは、生き方を他人に曲げられることだ。自分の舵は自分の意志で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の舵。いかにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟がいる。お前の覚悟が本物かどうか試させてもらうぞ。慌てるな、まだ一本目だ。待て、鍵は扉の奥にある管理室だ。もう一つ、戦艦のある船着き場はどこだ？正面の階段を進んだ先です。分かった。手間をかけたわね。単なる適材適所だ。鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。バンエルティア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？管理室を探すわよ。うん。アイゼン、なかなかいい喧嘩っぷりだな。お前のキレっぷりほどじゃない。お仲間には剣で戦うやつも多そうだったが、あんたは剣は使わないのか？あいにくだがな。死神の呪いってやつは、俺に関わるものなら何でもちょっかいを出しやがる。鞘から抜いただけで折れたり、敵にとどめを刺そうとした瞬間に刀身が抜けて飛んでいったりもした。命を懸けて戦う時にはあまりにも信用ならん。体一つで戦うのが一番マシだ。あんたほど肝の据わったやつとなら
面白い勝負ができたのにな。剣士じゃなくて残念だぜ。剣抜きでも面白い勝負はできるぞ。お前の剣と俺の呪い試してみるか。その時が来たらな。切られても恨みっこなしだぜ。それは俺のセリフだ。さて、ここからが本番だが、攻略の算段は立ってるのか、副長。この要塞に詰めているのはほぼ王国兵だ。タイマシは数えるほどしかいないと見ていい。海に鉄門まで作ったってのに随分手ぬるいな。外界で暴れる族を取り締まるのにタイマシを厚くする必要なんてないってことでしょ。そうだ、人間相手なら王国兵でも役に立つ。指揮官としてタイマシを置けば十分ってわけか。国王の顔こそ立ててはいるが、もはやこの国の実権はアルトリウスが握っているようなものだ。各地の警備防衛は聖領主導で行われ、王国兵たちはタイマシの指揮下に置かれている。狙うはタイマシだな。少しは骨のあるやつがいると楽しめるんだがな。おるのか。俺は斬る専門だ。ここが管理室のようね。手分けして鍵を探すわよ。俺たちは奥の部屋を探す。あ、あった、鍵。これくらい我慢しなさい。生きてる証拠よ。タンコブか。痛いってことがよ。でも痛いのは怖い。そりゃ誰だってそうだけど。ベルベットも。それにしても変なものが好きよね、男の子って。好き。好きなんでしょ。よくわかんない。でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんかドキドキする。なんで針は北を向くんだろう。誰が動く仕掛けを考えたんだろう。これがあったらいろいろなところを冒険できるのかなって思うとドキドキする。そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか、あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？分かった。鍵があったか。これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。うん。次は戦艦を潰すぞ。おう、船着き場へ行こう。どこか具合でも悪いのか。羅針盤が落ちてきてタンコブができた。どれどれ。おお、結構腫れてるな。こいつは痛いだろう。うん、でも僕は生きてる。痛みも生きている証と言いたいのか。ベルベットが教えてくれた。よし、じゃあ俺がそのタンコブを押してやる。え冗談だって。バカやってないで急ぐわよ。
ここを落として船に戻ったら砂糖をもらってコブに塗りなさい。あれが引くわ。別に怒らないから喋っても。ずいぶん気に入ったようだな。だが今は羅針盤はカバンに入れておけ。カバンに入れろ。そうだ、見たところ作りもしっかりしてるし、いいカバンじゃないか。マウリッツオリ。マウリッツオリって何なんだ？ダンダラチュラという雲から取った動物繊維を織った上質な生地だ。品位あるほのかな艶、赤子の肌のごとき滑らかな手触り、軽くて伸びもあり、通気性も耐久性にも優れている。だがそれだけではない。特筆すべきはこの生地の持つ衝撃吸収力で。あんたいろいろと詳しいんだな。知識と経験の裏付けが宝の目利きに役立つ。奪った宝を何でもかんでも積み込めば船が傾くからな。なるほどね。というわけで羅針盤を入れておくにはそのカバンは最適だ。ちゃんとしまっておきなさい。大切なものなんでしょ。うん。戦艦を潰すってどうやるんだ？戦艦は強力な大砲を積んでいる。その火薬を利用するんだ。一等隊魔士。船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か？いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が蘭月流の剣でな。どけ、アイザン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。いや、これは俺の獲物だ。邪魔をするなら斬る！てめえ、死神を舐めるなよ！そこだ！くらえ！時間がない！お前たちは戦艦を潰せ！六郎、そいつはまだ。ああ、力を残してる。行くぞ。誰から蘭月流を習った？清涼特等大魔士、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか通るか。暇つぶしに 2,3 個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。アイゼン、火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。おお、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。これで準備は整った。開門を開門するぞ。剣術、背中の大立ち。お前は蘭月の血を引く者か？なあ、そうだが、それがどうした？櫛山田という名を聞いたことはないか？蘭月にゆかりのある鍛冶職人らしいが。なあ、桃園にあたる包丁職人の一族だが、
あんた料理好きなのか。いや、一品だと聞いたんでな。贈り物に良さそうだと思っただけだ。やめておけ。串山田は呪いの包丁だ。うん、包丁自体は立派なものだったそうだが、握ったやつは皆誰かで構わず人を切りたくなっちまうんだとさ。噂じゃ鉄を打つときに好きな女の血を使っただとか火にくべたとか言われてるが、真相は闇の中だ。職人どもが切り合って一族は滅んじまって、包丁は皆炉で溶かされて鉄くずになったらしい。それで串山田に関する話をほとんど聞いたことがなかったのだな。蘭月家の宿命、いや血なんだろうな。噂以上の一族のようだな。まあ噂以下よりはマシだけどな。よし、開いた。今のはバンエルティア号が近づいている合図だ。急ぐぞ。わかった、とっとと開門を開けるわよ。うん、とっとと。これが門を開ける仕掛け。一つ目のだ。開門は巨大な2枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に2つある。なるほどな。よし、もう一つの仕掛けを探すわよ。これで全開。バンエルティア号と合流する。船着き場に降りるぞ。好きにはさせんぜ。ここはわしの、わしの要塞だ。容赦しない、消えない傷を。刻んで果てろ、リーサルペイン。行くわよ。こいつもゴーマ病に。だが前より随分マシだ。審判が、船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おそれしかないでしょ。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても。俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。済むかな。死神に保証してほしい。
を。Thank you.